くーちゃん、くーちゃん、今日くーちゃんはボンジュール、イソギンチャクですとひき肉ですに勝つような自己紹介をねしていきたいと思います。くーちゃん、わーなの、くーちゃん上手に自己紹介できるかな。早速今からやっていこっか。くーちゃんがさっきからめちゃめちゃ暴れてるのでカメラが落ち着かないのですが、そんな中くーちゃんはそんな中くーちゃんは自己紹介を上手にできるのか、これは見ものですね。くーちゃん、くーちゃんこっち向いて、はい、これあげるから、このおもちゃあげるから、はい、来るかな、え珍しい、ごっちゃんが来た。ゴー、ごっちゃんテンション高いね。ごっちゃんが来た。はい、じゃあね、くーちゃん今からちょっと自己紹介を頑張ってもらいましょう。頑張るぞー。くーちゃんの自己紹介って言ったらどんな感じだろう。ちゅまてん、くーたろうです。違うな、ちょっと皆さんなんかないですかね。くーちゃん、まあじゃあ、あの本家いきますね。ボンジュール、イソギンチャクです。いや、違う。ちょっと待って緊張して分かんなくなっちゃった。ひき肉さんなら分かるよ、ひき肉さん。ひき肉です。ひき肉ですってやつだからね。これはね、TikTok で今流行ってる音源なんです。いきます。いくよ。くーちゃん、準備はいい？はい。ひき肉です。ひき肉です。くーちゃん、なんだろう。ちゅまてん小僧です。難しいね、くーちゃん。ちゅまてん。くーはかみかみしてちゅまてん。ちゅまてん小僧です。くーちゃんはね、このバンザイが得意だもんね、こうやってね。ちゅまてん小僧です。もうひき肉さんのパクリになっちゃうな。なんか皆さん、いいアイデアありませんか、くーちゃんに。開脚です。開脚です。開脚、開脚、開脚です。柔らかいな、あなた。スパイダーマンみたいになってるじゃん。スパイダーマン、スパイダーマン。ダメですか、ダメですか。ちょっとこの後あなた、ちょっと爪がほら伸びてる。これは伸びてる。爪切りしますよ、くーちゃん。ちょっとまたなんかカメラが下がってきた。はい、これいいんじゃない。ちょ、皆さんに募集しよっか。くーちゃんのご挨拶どんなのがいいか、何かいい案があったら教えてください。僕はこんなに柔らかいんだよって。まあ、手足が、調子に乗って、ちょまてん。いいか、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 いい子にしてたから、ちょっとなんかおやつする。なかなか難しいね、ご挨拶とかね。くーちゃんに似合うご挨拶があったら教えてもらおうね。あなたまたバリバリ食べてるけど、今からあれですよ、爪切りが始まりますよ。今はご挨拶が上手にできましたっていうね、このご挨拶ができましたっていう。ちょっと待って、すっごい加えてバリバリしてるじゃん。ほら見て、穴開き、くーたん、ちょっとすごいことなってる。そんなに、あ、もう袋を噛むのはダメっていう練習しないとダメだね。はい、舐めて、そうそう、舐めて舐めて、そう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 、ありがとう。ということで、くーちゃんはひき肉ですみたいなね、何かご挨拶を考えているということで、何かありましたら教えてください。ではでは、ガシちゃん、ありがとうございました。バイバイ。噛まない、噛まない。